ビスカヤ県は、スペインバスク州の北西部に位置する県。大西洋のビスケー湾に面している。県とはビール場を。名称は、バスク地方のビスカヤ領主の後継者を意味する。19世紀末と20世紀前半には、周辺で採掘される鉄鉱石のおかげで工業化が進展し、スペインで最も裕福で、最も重要な県の一つとなった。 1970年代には深刻な産業空洞化を経験し、サービス部門が重要性を増大させた。コルド・ミチェレナなどの言語学者は、ビスコ用がビズカーと同系統であるとしている。バスク語ではビスコ用と表記される。エウスカルツアインディアはこの表記を推奨しており、一般にバスク語の公的書類に使用されている。カスティーリア語の書類に使用されることもあり、 スペインバスクのメディアに最も多く使用されている表記である。スペイン1978年憲法のバスク語版やバスク自治憲章のバスク語版にも使用されている表記である。また、ビスカヤ県議会によれば歴史的な領域としてのビスカヤを表す際に使用できる唯一の公式表記である。カスティーリア語ではビスカヤと表記される。レアルアカデミアエスパニョーラは この表記を推奨しており、公式でない多くの書類に使用されるほか、多くのカスティーラ語話社に使用されている。スペイン憲法のカスティーラ語版やバスク自治憲章のカスティーラ語版にも使用されている表記である。バスク山脈、オイス山に立ち並ぶ風力発電機西はカンタブリア州やカスティーリャレオン州ブルゴス県と南はバスク州、アラバ県と東は バスク州ギプスコア県と接している。北はビスケー湾のカンタブリア海に面している。アラバ県やブルゴス県の中にはビスカヤ県の飛び地としてウルデニアがある。面積は2217平方キロメートルであり、海岸線長は80キロメートルである。ビスカヤ県は西岸海洋性気候であり、エスパーニャベルデと呼ばれる地域にある。年間を通じて降水量が多く温暖であり、 草木がよく茂る。内陸部の標高が高い地域では陶器に雪が多く降る。ゲルニカルも近くのサンティマミニエ洞窟ビスカヤにおいて、旧石器時代中期の人間の居住の証拠が確認されている。ビスカヤの3地域、ベンタラペラ、クルツヤ、ムルアで、ムスティエ文化の遺物が発見されている。ゲルニカ近くのサンティマミニエ洞窟では、旧石器時代後期のシャテルペロン文化の遺物が、 発見されている。ホモサピエンスの重要な居住地には、オーリニャック文化のベンタラペラ、クルツヤ、ルメンツァ、グラベット文化のサンティマミニエ、ボリムコバ、アチュラ、ソリュートレ文化のサンティマミニエ、ボリムコバ、マドレーヌ文化のサンティマミニエ、ルメンツァなどがある。ビスカヤには、旧石器時代の絵画もまた存在している。ベンタラペラ洞窟には、オーリニャック文化か、 ソリウトレ文化の時代の古い洞窟壁画が見られ、抽象的な記号とともに、バイソンやクマなどの動物が描かれた。アレナサとサンティマミニエの壁画は、やや後のマドレーヌ文化の時代に制作された。アレナサのメジカが、支配的なモチーフであり、サンティマミニエ洞窟にはバイソン、馬ヤギ、鹿など大型の野生動物が描かれた。中石器時代のビスカヤでは、 アジール文化が営まれた。石器はより小型化して洗練され、依然として狩猟が行われていたが、巨老がより重要となり、野生の果物もまた消費された。サンティマミニエは中石器時代も最も重要な遺跡の一つであり、他の遺跡にはアレナサ、アチェタ、ルメンツァ、ウルキアガ、サンタ、カタリナなどがある。バスク地方における新石器時代は、 紀元前4000年に遡ることができ、新石器時代の技術とともにドルメンなどの巨石記念物も,も登場した。紀元前1500年までは巨石を置くことが埋葬の最も一般的な形式だった。青銅器時代には自然光の当たる場所への定住が人口増加を促したが、まだ洞窟や自然のシェルターも使用していた。タンパク源を確保する手段としてのの重要性は、 低下し、人類は羊、ヤギ、牛などの家畜に頼るようになった。金属器が一般的となったが、まだ石器も使用していた。青銅器時代の遺跡はビスカヤ全体に分布し、その多くは自然光が当たる場所にあったが、旧石器時代の主要な洞窟はまだ使用されていた。鉄器時代の遺跡もビスカヤで確認されている。洞窟の大部分は放棄されているが、 戦士時代の主要な洞窟などには、鉄器時代にも、まだ人類が居住していた。古代ローマ時代に、現在のビスカヤに存在していた二つの部族が、地理学者によって特定されている。カルリスティは、現在のビスカヤ県の中心地であるビルバを、川口東部に居住し、現在のアラバ県北部、現在のギプスコア県の一部に拡大した。アウストリゴネスは、 現在のビスカヤ県とアラバ県の最西部に居住し、現在のカンタブリア州、ブルゴス県、ラリオハ州の一部に拡大した。地名学、歴史学、考古学的な証拠に基づくと、これらの部族はバスク語を話していたと考えられている。アキテーヌを除くバスク地方全域では、古代ローマによる支配に対する抵抗の兆候は、封建制時代後期まで見られず、イタリアのブレシアには、 全てのバスク民族はローマという交代持ち、直ちに兵士としてローマ軍に加わったという石碑が残されている。古代ローマの文献ではフラビオブリガやポルトゥス・アマヌスなどバスク地方のいくつかの町に言及している。ゲルニカの近くにあるフォルアには古代ローマ時代の考古学的な形跡が存在する。古代ローマ時代後期になるとビスカヤはバスクの立ち方と共に ローマによる支配と封建制社会の成長に対して反乱を起こしたとされている。中世初期のビスカヤの歴史はバスク地方全域の歴史と切り離して考えることはできない。この時代には西郷都族とフランク族がバスク地方の支配を試みたが、この地域は事実上独立していた。西郷都族とバスク人の遭遇は害して西郷都族の勝利に終わり、 移民族の侵入や北部海岸地域からのバスク人の移動に対抗するため、西ゴー都族は現在のビトリアガステースの場所に拠点を建設した。905年、レオネーゼ年代記は初めてパンプローナ王国を定義した。パンプローナ王国には現在のバスク自治州西部全域やラリオハ州が含まれ、後のビスカヤ県もパンプローナ王国に含まれていた。年、 ナバーラの領主イニゴロペス・エス・ケラーがビスカヤを支配した。カスティーリャ王国とナバーラ王国の衝突によりこの地は荒廃したが、その衝突の中で彼はカスティーリャ王の家臣を名乗ってビスカヤに乗り込んだ結果、最初のビスカヤ博となった。イニゴロペスの子孫によって支配権が継承されると、1370年にカスティーリャ王夫案一世が受け継いでカスティーリャ王の称号の一つとなり、 16世紀前半のカルロス一世からはスペイン王の称号の一つとなった。この称号の条件は統治者がフェロの意地を誓うことであり、これによってビスカヤの主権がビスカヤ人にあり、理論上は他民族の支配者を拒否できることが確約された。ビスカヤ領主や後のビスカヤ統治者はゲルニカの多くの木の下でビスカヤの特権の尊重を誓うようになった。 1575年のビルバオ近代のビスカイアでは商業が大きな重要性を持ち、特に1511年にはビルバオ港がスペイン帝国の貿易港としての特権を与えられた。ビルバオはカスティーリャ地方にとっての積み出し港であり、フランドル地方に向けて羊毛が輸出され、他の商品などが輸入された。1628年、別々の地域だったドゥランゴンがビスカイアに組み込まれた。 同じ17世紀には、西ビスカヤの公認自治体もビスカヤに組み込まれ、エンカルタシオネスという地域区分がなされた。大西洋沿岸の町は、かなりの規模の自前の艦隊を持ち、主に漁業と貿易業に専念した。ギプスコアやラブールの町同様に捕鯨を行い、ビスケイ湾の大西洋セミクジラの部分的な絶滅の主要因となった。世紀初頭のナポレオン戦争後、 ブルボン家のフェルナンド7世は、旧体依然とした支配体制を続けたため、1820年には、絶対君主制に対する自由主義運動である、スペイン立憲革命が起こった。1833年にフェルナンド7世が死去すると、後継者をめぐって、自由主義側と体制復興側の間で、カルリスタ戦争と呼ばれる内戦が勃発した。 ビスカヤ政府や他のバスク地方は絶対君主制の維持や社会制度の復興を唱えるカルロス5世を支持したが最終的には自由主義を標榜するマドリード政府側が勝利しカルロス5世を支持したビスカヤやバスク地方の立地域は自治権を縮小された1850年代大規模で高品質な鉄鉱石の交渉がビスカヤで発見されたこれにより海外 主に、イギリスやフランスからの投資がもたらされ、ビスカヤはスペインで最も豊かで工業化された地域となった。産業革命とともに、イバラや、チャバリや、レサマレギサモンケなどのブルジョア層が現れ、また、大きな産業グループ、金融グループが設立されたのも、この時期である。ゲルニカの多くの機代に共和制の間は、バスク民族主義党がビスカヤ県の政権を担った。 1936年には、スペイン内戦が勃発し、ビスカヤ県は、ファシストのフランシスコ・フランコ反乱軍に敵対する、人民戦線側を支持した。この直後、人民戦線軍は、バスク地方の自治を定めた法律を認めたが、大部分の地域は、反乱軍の統制下にあり、短命に終わったバスク自治政府は、ビスカヤ県と近隣の少数の村々を支配する、 力を有するにとどまった。反乱軍がナバーラ県から西に進軍すると、ビルバオを中心として、鉄のベルトと呼ばれる防御壁が計画、実行された。しかし、防御壁の構築を担当した技師の補正ゴイコエチャーは、ファシスト側に寝返り、未完成に終わった、防御壁はほとんど効果がなかった。1937年4月、フランコの制御下にある、 ドイツ空軍がゲルニカ爆撃を行い、歴史あるゲルニカの街を破壊した。そのわずか数週間前には、ゥランゴにも爆撃が行われており、6月には、ケント・ビルバオが反乱軍の手に落ちた。バスク軍は、ビスカヤの県境を越えて、サントニアに撤退し、そこで、イタリア軍に、自らの権利を引き渡したが、そのイタリア軍は、フランコ軍に降伏した。 他の共和国軍はバスク人による降伏を裏切りとみなした。ビスカヤ県とギプスコア県はフランコに対する抵抗意識を示したため、フランコ独裁家の両県は裏切り者の県とののしられ、いかなる自治の権利も剥奪された。1975年にフランコが没すると、スペインは議会制民主主義と立憲君主制国家への転換が図られ、 スペイン1978年憲法ではフェロの復活が受け入れられた。1979年10月25日に行われた国民投票でバスク自治憲章が承認されると現在のビスカヤ県が発足しアラバ県、ギプスコア県を含めた3県でバスク自治州を構成することとなった。バスク自治州は独自の議会を有しており、百七十九年、 以降のすべてのビスカヤ県議会議員選挙でバスク民族主義党が勝利を収めている。また近年にはバスクの特権法が改正され、ウルデイナなど一般的なスペインの法律を使用していた自治体にも特権法が拡大された。ビルバオにあるビスカヤ県議会ビスカヤ県議会は県内の立法に関する権限を有している一員制の議会である。 議員は普通選挙によって選出され、任期は4年間である。2011年の地方選挙におけるビスカヤ県議会の各政党の議席数は以下の通りであり、バスク民族主義党が第一党となった。ビスカヤ県政府はビスカヤ県の執行機能と行政権限を有している。県政府には議会によって選出された県知事がおり、2003年からは、 バスク民族主義党のホセルイス・ビルバオが県知事を務めている。歴史的にビスカヤは6地域で管区を構成しており、後に地域が追加された。ビスカヤ県におけるコマルカの地図現在、ビスカヤ県は7のコマルカに分けられている。2010年にスペイン国立統計局が発表した統計によれば、ビスカヤ県の人口は115万5772人であり、 人口密度は519.9人平方キロメートルである。人口密度はマドリード県とバルセロナ県に次いでスペインの50県中第3位である。1970年代から1980年代のスペインは体制の移行期にあったが、1981年のビスカヤ県はスペインの50県中第5位の人口を有していた。 2010年代のビスカヤ県は、スペインの50県中、第9位の人口を有している。県の人口の約35%が、県とのビルバオに住み、88%がビルバオ都市圏に住む。ゲルニカの多くの木がある。ゲルニカルモは、バスク地方の精神的な中心とみなされている町で、ある。その他に、重要な町には、バラカルド、ゲチョ、ポルトゥガレテ、 ドゥランゴなどがある。ロイウにあるビルバオ空港ビスカヤ県は AP-8 号線と AP-68 号線でスペインの他地域と結ばれている。AP-8 号線はビルバオとスペインフランス国境近くのドゥランゴを結んでおり、ギプスコア県のエーバル、サラウズ、サン、セバスティアンなどを経由する。AP-68 号線は ビルバオとアラゴン州の州とサラゴサを結んでおり、トゥデラ、カラオラ、ログローニョなどを経由する。ビスカヤ県唯一の空港として、ビルバオ空港がある。ビルバオ空港は、バスクジチ州とスペイン北部の最重要空港であり、ビルバオ郊外のロユウトソンディカに建設された。2000メートルと2600メートルの2本の滑走路を備え、スペイン国内やヨーロッパ各地に向けて、 定期路線が運行されている。ビルバオ空港は1948年に開港し、2000年にサンティアゴからトラバの設計による新ターミナルが完成した。2011年の旅客数は404万5613人だった。ビルバオ市街地からはバスでアクセス可能であり、将来的にはメトロビルバオでもアクセス可能になる予定である。ビスカヤ県では、 セルカニアスビルバオ、バスク鉄道、スペイン狂気鉄道などの通勤鉄道が運行されている。セルカニアスビルバオは、ビルバオとバラカルド、サントゥルツィ、ポルトゥガレテ、ムスキス、オレドニアなど、ビスカヤ県のタトシを結んでいる。バスク鉄道は、県内に3路線を持ち、全路線がビルバオを発着する。一つは、ギプスコア県の県とドノスティアサンセバスティアンに向かう路線であり、 一つは、ビルバオ都市圏のブステュリアルデアに向かう路線であり、一つは、チョリエリに向かう路線である。スペイン狂気鉄道は、ビルバオ都市圏とエンカルテリを結ぶ路線を持っている。ビスカヤ県の最重要鉄道駅は、ビルバオの中心部にあるビルバオアバン駅であり、レンフェが、ブルゴス県、マドリード、バルセロナなどとビスカヤ県を結んでいる。スペイン狂気鉄道もカンタブリア州。 カスティーリアイ・レオン州などとビスカヤ県を結ぶ長距離列車を運行している。バスク自治州の3県とを結ぶ高速鉄道ネットワークであるバスクアイが建設中であり、2017年に完成予定である。ビルバオ都市圏ではメトロとしてメトロビルバオが運行されており、ビルバオとバサウリ、バラカルド、サントルツィ、ゲチョなどを結んでいる。 ビルバオ市内では、ネルビオン川菓子の施設を結ぶトラムとして、ビルバオトラムが運行されている。ビルバオグッケンハイム美術館観光客の多い街には、県とビルバオやゲルニカなどが挙げられる。ビルバオには、ビルバオグッケンハイム美術館、スビスリ橋、エウスカルデナ国際会議場、コンサートホール、カスコビエホ地区のアリアーガ劇場、ビルバオ美術館などの観光施設がある。 20世紀末までのビルバオは観光客に乏しい工業都市であり、1995年の年間観光客数はわずか2万5千人だったが、1997年にビルバオグケンハイム美術館が開館したことで観光客数が急増し、2009年には61万5千人以上に達している。ビルバオはバスク州全体の観光客数のントを集めており、 サンセバスティアンを上回って、バスク自治州内で、最も観光客の多い都市となっている。ゲルニカは、バスク地方の実地の象徴として知られる町であり、バスクギ事堂やゲルニカの多くの木などがある。その他の観光地には、ポサラグア洞窟、ビルバオ河口のビスカヤ橋、サンティマミニエ洞窟と、オマノリサン、フアンデガステルガチェ教会、ウルダイバイ自然保護区などがある。 ビスカヤ県公式サイト、ありがとうございます。